モンタナ淳州は1864年から1889年まで存在したアメリカ合衆国の編入領地。この淳州は既存のアイダホ淳州から法律によって編入され、1864年5月28日にエイブラハム・リン・カーン大統領が署名した。大陸分割の境界の東の地域は以前はネブラスカ淳州とダコタ淳州の一部で、 ルイジアナ購入によってが死臭国が獲得していた。この順州は大陸分割の境界の西でビタルート山脈の東のアイダホ巡州の一部も含み、そこはオレゴン条約によってが死臭国が獲得していた場所で元々オレゴン巡州を含んでいた。モンタナの一部になったオレゴン巡州の一部はワシントン巡州の一部として分割されていた。 ワシントン順州とダコタ順州間の境界は大陸分割による境界であったが、しかしアイバホ順州とモンタナ順州間の境界は北緯46度30分の北のビタルート山脈に続いている。民間の伝説によると、酒に酔った測量体が間違った山の尾根を折って誤ってビタルート山脈の西に境界を移したと言われている。伝説とは正反対に 教会はアメリカ合衆国議会が正確に意図したものであった。モンタナ準州オーガニック法は教会を現在のモンタナ、アイダホ、ワイオミングの交差点の北緯44度30分から前日の北緯44度30分の移線に沿ってそのロッキー山脈のオネトの交差する地点へ真西に向かう。そこから ビタールート山脈との交差点までロッキー山脈の尾根を北に向かう。そこからビタールート山脈の尾根に沿って北方にワシントン州の西の整形39度との交差点まで向かう。そこから前述した整形39度を北方にイギリス領土の境界線まで向かうと定義した。順州の境界はその存在の間は変わらなかった。1889年11月8日。 モンタナ州は連邦に承認された。アンアクト2プロバイド、エーテンポラリーガバメントフォーザ・テリトリー・オブ・モンタナ。第36回アメリカ合衆国議会。2007年1月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年1月20日閲覧。ありがとうございます。